今日は出張でございます。行ってきます。はい、購入してまいりました。では出発しますか。ようやく出てきました。とりあえず着いたので、時間でも潰しましょうか。コピーしてるの2、3連単おかしい。はい、なんとかね帰ってきましたけども、とりあえずホテルの方にチェックイン済ませました。そしてね、時間がね、はい、もう6時半なので、まあ、ハードオフ行こうかなと思ったんですけども、ちょっとさすがにね、行けません。なのでね、ちょっとご飯でも食べてきましょう。こんな感じのところ。ここね、外見れるの、外普通見れるよね。はい、ということでね、夜の街に繰り出しますが、まだね、6時半なんですよ。で、近くにタイムズがあったので、まあ、カーシェアでね、近くのハードオフ行ってみようと思います。はい、タイムズのね、カードの免許証の更新をやってなかったために、借りることができませんでしたので、ちょっと街の方のね、散策をします。なんかね、駅の反対の方来たら結構栄えてるのね。まあ、とは言ってもお店がある程度で、まあそれほど人も歩いてませんけど、まあまあここら辺ならお店なんか見つかるかな。腹減ってきたよ。やばい、とっても雰囲気のあるところに迷い込んでしまった。これはいい。なんか危険な香りがする。でもこういったのもなかなか久しぶりで、なんかワクワクしてくるね。ちょっとラーメン屋探すかな。とんかつもいいな。はい、一番手で美味しくいただきました。いや、この暗さやばいでしょこれ。はい、線路をね越えてようやくホテルのね寂れた方にやってきたんだけど、ほんとこっち見せないわ。向こうがどんだけね栄えたか分かりますけども、まあ、それでも人が多いわけじゃないからね。いやー、でも素朴でいいとこだわ。いや、結構歩いたな。30分以上歩いたんじゃないかな。とりあえずホテルに戻りました。では部屋に行こう。はあ、疲れた。てかね、
飯を食っていました。いやー、ラーメンはやっぱ美味しいね。とんかつも良かったんだけど、ラーメンの方目行っちゃった。はい、ということでね、明日は多分ね、取れないと思うんで、この辺で終了させていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。